こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日なんですけれども、まず最初にですね、横川直隆選手、この度ですね IFBB エリートプロになりました。横川選手といえばもうめちゃくちゃ今有名人で、全日本優勝しました、日本一番のボディービルダーになりました。芸能人、筋肉タレントとして今めちゃくちゃ有名なんですよね。もう横川直隆選手、もうここまで話しても皆さん分かってると思うんですけど、今回映像とか画像とか一切使えません。っていうか多分使えないんで使えません。もう横川直隆選手、インスタグラム飛んだら分かるんですけど、芸能事務所に入られているんですよ。芸能事務所に入られているんで、ちょっとね避けます。そう、ついでにドーピングの話とか、まあ要はナチュラルかステロイドかみたいな話もしていたんですけど、まあそこは正直僕あんまり興味がなかったんで、そこじゃなくて、普段 IFBB プロはめちゃくちゃ紹介してますけど、エリートプロって僕自身もほぼほぼ知らなくて、どんな人がいるのかなって、どんなマッチョがこの団体にはいるんだろうかっていうことで見ていこうというふうに思います。ということで、まずはこの人、この選手は去年のワールドチャンピオンシップ世界選手権で1位になった選手です。まあ、個人的な感想として、まずボディービルダーで思ったのは、まあ、IFBB プロのモンスター級の選手っていうか、トップクラスの選手たちと比べると、やっぱりその全体的な筋肉量だったり厚みっていうのは結構劣るかなって。ただ、例えばこの人とかはですね、去年のアーノルドクラシックヨーロッパで優勝したボディービルダーの選手です。だからまあエリートプロもアーノルドクラシックって開催してるんですよね。こうやってちゃんとシュワちゃんが来て一緒に写真を撮ったり、まあ、してるんですよ。この人に関してはもう結構でかいなっていう風に思いました。だからエリートプロにもやっぱりいろいろで、それこそ IFBB プロにもいろいろいるじゃないですか。まあ、こうやって比較するのもあれだけど、アーノルドクラシックオハイオにメンズフィジークで出てくる、まあ、ブランド・ヘンドリクソンみたいなめちゃくちゃでかい選手もいれば、サニー・アヒグベみたいな、まあ、選手もいる。プロによってもやっぱりその辺はやっぱり差が出てくるのかなっていう風に思ったのが、まあ、この選手ですね。まあ、こういうね、エリートプロの中でも結構化け物に近い体の人もいました。で、他にももちろんいろんなクラスありまして、まず女子ですね。女子もビキニとかあります。で、ビキニに関しては、エリートプロプロって多分あんまりもうないのかなっていう風に思います。で、クラシックフィジークに関しても、プロポーションはめちゃくちゃいい人はいっぱいいます。それこそ、もうミスターオリンピアのトップに出てくるような人たちと同じようなプロポーションを持ってる人たちは何名かいます。この写真でも一番右の人とかも、ウェズリー・ビザースみたいな体格してるし、で、この人、まあ、もしかしたら同じ人かもしれないけど、めちゃくちゃ綺麗な体をしてますよね。ただま、個人的なその感想、またデカさで比べるとあれなんですけど、やっぱり僕はデカいのが好きなんで、デカさで比べると、NPC にもいるかもしれないっていう選手が、ちょいちょいクラシックフィジークは見えました。だから、IFBB プロとまた比べちゃうと、また批判が飛んでくるかもしれませんが、IFBB プロと比べると、まあ、クラシックフィジーク以上かな、そういう意味では。次、メンズフィジーク見せるんですけど、クラシックフィジーク以上の選手は、ちょっとそこでやっぱり差が生まれちゃう。まあ、IFBB エリートプロは、オリンピックかなの種目にボディービルとかこういう競技を持ってきたいっていうので、IFBB プロと、ま、分裂した、ま、団体ですから、まあ、そこでね、まあ、そういうものの差っていうのが、ま、出てくるのかなとは思うんですけれども、まあ、プロポーションはね、どの団体もやっぱり綺麗ですね。それはま、マッスルマニア見ても、他の団体見ても多分一緒だと思うんですけど、ただメンズフィジークに関しては IFBB プロとそんなに変わらないかなって、まあ極端なそのバルクとかはブランド・ヘンドリクソンとかあの辺を見るともちろん違うんですけど、まあこの人とかは去年のワールドチャンピオンシップで優勝した選手、まあすごいプロポーションも完璧だし、筋肉一つ一つの形も綺麗だし、大きさも結構ありますよね。やっぱり僕 IFBB プロを上に見てる気がして、本当良くないなとは思うんですけど、例えばこの人なんかね、皆さん見たことあると思うんですが、デニス・ロマノフ選手ですね。この人は去年のジャパンプロのアマチュアで優勝してプロになって、そのままジャパンプロに出て2位かなを取った選手です。この人はもともとね、僕はあのジャパンプロの紹介する時にも紹介したんですけど、エリートプロの選手で、そこから IFBB プロになるためにこっちの団体に移ってきた。これとか大会の映像で、比較の映像なんですけど、一番最初に出てくる人とかはもうめちゃんこでかいですし、まあ、それこそ本当にクラシックフィジークのエリートプロの選手がフィジークのパンツを履いて出れば全然でかいと思うんですよね。という感じで、まあ、今回はですね、エリートプロの選手をまあざっと見ました。本当にちょっと選手の名前、ヨーロッパの人が結構多いイメージで、活躍している選手みんな多分英語の名前じゃなかったんですけど、まあ、いろんな選手がいます。でちょっと今回ね、インスタグラムに何度も言いますけど、 IFBB エリートプロのインスタの URL、まあ、貼っておくので、まあ、もっとね、いろんなトップの選手とかいろんな大会とかもやっているみたいなんで、
エリートプロ、この機会にちょっといろんな選手また見てみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、そこから見てみてください。僕もこれからね、ちょくちょくエリートプロとか、あとマッスルマニアとか、他の団体のそういうプロの大会とかもちょっと見ていこうかなっていうふうに思います。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。もし少しでもいいと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということでまた明日の動画でお会いいたしましょう。ではバイチャ。